ちは。隣の隣のあたりかな、東美市から来ました、富とジェリーと申します。今日は晴天でいい5万歳になりましたね。よかったです。皆さんの行いがいいんだと思います。準備はいいかな。1曲目は思えば遠くへ来たもんだ、海援隊が歌いました。コスモスの花が揺れるっていうね、歌詞があります。気の早いコスモスはそろそろ、花芽でもつけてるんじゃないでしょうか。電車、線路もありますんでね、ここ楠田の駅、電車が来る歌です。はい、作詞武田鉄矢、海援隊の作曲、元吹きのとんの山木康代さんです。でかい、はい、ではお願いします。Thank you.
としたコスモスもちょっとで咲くかな。次の歌は題名が雨の咲く台場と申します。晴天率 90% を誇る咲くで申し訳ない少し歌ですが雨の咲く台場、これはなんか説明が大変だな。じゃあ喋ってみましょう。私は、あるアカペラ歌手アイミンちゃん、 あるじゃなかったな言っちゃったな、のために、書いた曲です。なぜできたかと言いますと、彼女が、自分でちょっと斜めになった着物姿の写真を某ところにアップしました。それを見た友達が CD のジャケットを作ってしまったんですね。そこからこの雨の咲く台場プロジェクトが始まりまして、サクサクサクと勢いに乗り4ヶ月ぐらいで出来上がりました。少し歌です。いいですか。あ、カップ買うの忘れちゃった。はい、だ では、少し歌ですか。雨の咲く台場。
ました、10% 雨がもし降ったら FM 佐久平に CD ありますのでぜひリクエストしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは